吹きの屋根吹きは屋根吹き手法の一つで木の薄板を幾重にも重ねて思考する工法である。日本に古来伝わる伝統的手法で多くの文化財の屋根で見ることができる。世界各地で古くから類似の手法が見られ日本独特のものではない。英語ではウッドシングルルーフ、シェイクルーフ等と呼ばれる。なお、土、柿とは非常に似ているが別字である。は コケラ落としの、コケラ同様、木片、木くずの意味。ただし、両者は混用された。2020年、伝統建築交渉の技、木造建造物を受け継ぐための伝統技術が、ユネスコ無形文化遺産に登録され、この中に、ひわだ武器、武器が含まれている。柿板の束と竹釘と金づち。エドワード・モースのスケッチが効いた武器の作業中の釘入れ。モースによる、 スケッチ板武器の一種であり、薄く短い板を重ねて吹く。曲線的な造形も可能で、優美な屋根を作ることができ、主に書院や客殿高級武家屋敷などに用いられた。対応年数は25年程度とされる。また、瓦武器の下地として用いられることもあり、土井武器あるいはトントン吹きと呼ばれる。用いる、コケラタの厚さにより、以下の種類がある。 吹きの構造見本円略自己根本中道回廊の、く吹き屋根ヒノキ、サワラ、スギ、エなど、筋目がよく通ってそぎやすく、水に強い材木が用いられる。地方によっては栗や、薪も用いられる。特さ吹きやく吹きにも、特札やくぬぎが材料として用いられるわけではない。原木を30センチメートル程度の輪切りにし、刃物でまず耐水性に劣る偏材を落とし、 次に六内脂八等分に放射状に割る。次にマサメ取りに割り裂いて3センチメートル程度の厚板を取る。板幅を揃えた後に決まった板厚に割り裂いて仕上げる。板を裂いて作ることから、板を重ねた時に間に適度な隙間ができ、毛細管現象により水を吸い上げることを防ぎ、耐久性が増す。このように原木を割り裂いていくため、節があるような原木では、 コケラ板は作れない。材料の確保には手の行き届いた森林が必要であるが、林業の衰退により難しくなってきている。軒先に軒付け板と呼ばれる、化粧材で厚みを作った上から平ぶきする。吹き足は3センチメートル程度を基本とし、左右の板の継ぎ目は上下で重ならないようにする。板は2枚重ねごとに竹釘で留める。この際、 耐久性を向上するため銅の薄板を挟み込むことがある。未行ではバチ型に成形した板を用いる。木目方向に割って作成した板材を使った吹きは通常40年程度の耐久性があると言われている。海外ではフローと呼ばれる道具を使い製材する。初期の吹きは板吹きに、ひわだ吹きの技術を取り入れたものと考えられる。 大山積神社本殿や五福島神社拙者、大本神社は、創建当初に、平田吹きと吹きの両方の技術的な特徴が見られる、板吹きから吹きへの過渡期と思われる吹き方であった、ことが修理で確認されている。吹きという名称が確認できる最古の文献資料は、東の峰略記で、現存最古の吹きは、法隆寺精霊院内の図紙であるとされる。江戸時代までは、区吹、 特札吹きも、社字建築に使用されていたが、板が厚く、直線に近い屋根しか吹くことができないことから、薄板で自在性が高い吹きへと次第に移っていった。産物寺本堂のように、建流当時は、区吹きや特札吹きであったが、後世の修復で吹きへ変わった建築物も数多い。よって、現存する板吹きの文化財は、多くが吹きで、区吹き。 特札吹きは少なく屋根職人も、ほとんどいない。吹きの金閣、伝統建築交渉の技、木造建造物を受け継ぐための伝統技術のユネスコ、無形文化遺産登録について、文化庁、2021年6月5日閲覧、原田隆史2005、P24、原田隆史 1999,P33、コンバジロー、 開港日本の民家相模処九1943年、P43。ABC 原田隆九 1999,P22 から30、区吹き模型による、ご紹介箱根関書、箱根関書資料館 AB 原田隆九 1999,P95 から 99, 原田隆史 2005,P19 から 21, 原田隆九 1999, P157 から162ありがとうございます。